それじゃあ,あの、えー、前回の、まあ、続きになりますけれども、えー、とデータベース設計論ということで,で、えー、と前回の復習になりますけれども、えーとまあ、データベース設計ということで、まあ、以前にあの概念設計という、まあ、実体関連モデルに関連して、まあえー、と概念設計というのを説明してまあ,あの 実世界の分析に基づいて概念モデルを作るというところまではやったわけですけど、その先、えっ、ー、と論理モデルっていうふうに呼ばれるまあ、いわゆる概念スキーマにあたるものを、えー、実体関連モデルがどう動詞するかってところで論理設計っていうのがあるわけですね。で、そこのところに関係する話ということになります。それで前回の復習になりますけど、こういうまあ実体関連モデルがあったときに このモデルで表現されたデータをですね、まあ、実際例えばリレーションのデータベースで扱うっていった時にどういうふうな考え方でリレーションのデータベースのスキーマに変換したらいいかということですね。でまあリレーションのデータベースのスキーマに変換するということは要するに第一世紀系のリレーションの集まりで表現しないといけないということなんで基本的にはフラットな形の表の集まりで表現しないといけないということですね。 でえー、まあ,あの実体カレるモデルからその表の集まりに変換する手順のところを、まあ、前回、えー、説明してた途中だと思うんですけれども、えー、まずはまあ実体集合に関しては、えー、と通常実体集合は、えー、その実体集合に対応するリレーションを一つ作るとで、えー、そこに付随する属性を全部そのリレーションの属性とするということですねで弱実体集合の場合にはそれだけだとキーが構成できないんで 識別上のオーナーの式を付与するということで、この例の場合にはこの実習課題というのが弱ャ実体集合になっているので、識別上のオーナーの科目のですね識別を追加してこういう形になると、あと半可階層がある場合にはその半可階層に応じた扱いが必要になるということで、えっとこの例の場合にはまあ T A の情報を表現するのに T A の持っている属性だけじゃなくて、それをの上位にある実体集合である学生の式を 付与してつけることによってどの学生がの TA としての属性がこのテーブルの中に書かれているというまあそういうことは扱うということですね。で実体集合についてはまあそれでいいわけですけれども、えっと、関連集合の扱いをどうするかということで、えっと、関連集合の場合には次、えー、数がですね2の場合と3以上の場合とで一応区別するということで。 次、えー、数2の場合には関数対応に着目するということで1対11対 nn 対 m のまあ普通はいずれかになるわけでこのいずれなのかということによって扱いを変えるということですね。それで、えー、この辺り前回の最後のところでやってたと思いますけれども、えー、と1対1対応の場合には、えー、と実体集合 E に関するリレーション E2 に関するリレーションが先ほどの実体集合を表現するリレーションという形で出てくるわけなんでえーとこの R っていう関連集合に関する情報を記述するのに E1 側あるいは E2 側どちらかにですねえその関連集合に関する情報も付加するという形で表をこう拡大する。 新たにですねその関連集合の情報も付加するような属性を追加するということでこの場合は E 側に追加する場合にはもともと E はこの A の11から13までの属性を持った3つの属性からなるようなリレーションになっているわけですけれどもそこにこの R の情報を付加しますんでっていうことは何をやればいいかっていうと。 相手側の式ですねつまり A の21っていうのを記述することにするとそれからこの例の場合には R 自身が A っていう属性を持ってますのでその属性も一緒に付加するというまあこういう形でこの,、まあ、この例の場合には2つ属性が追加されてますけどこういう形で書くことによってこのリレーションは E に対応する実体のですね属性を記述するとともに それがどの E2 属性 E2、えー、オブジェクトとですねつな、えー、がっているかっていうのと、えー、そのつながり方つまり関連に関連するような、えー、と属性への値がいくつになるのかっていうのを、まあ、合わせて表現するということですねでこれは E1 側につけた場合ですけれども、えー、同様のことはこれ、まあ、1対1ですので、えー、E2 側の方にですね 同様に、えーまあ、E がもともと持っている A の21 22という属性に対してこの R の情報を付加するということは、えー、この E の実体がですねどの E の実体と関連するしているのかということで、えー、と E のです、ね、属性であるところの A の11とあ主式であるところの A の11というのとそれから A を追加するという、まあ、このいずれかの形をとれば1対1対1を のの関連集合とといいううは表現されるということですねで、まあ、これとこれどっちがいいのかっていうのは、えー、これはまあいろんな価値基準が、ままあ、あるかと思うんですけれども例えば E1 と一緒にこの E2 との,この関連を使われるケースが多いっていうなら一つのようにまとめておくというのが適切だと思いますし逆に E2 側と付随する形で使われるケースが多いっていうならこれが適切だっていうのもありますしそれからもう一つは 要するにあの酸化制約なんかを考えたときに空地がどっちの方が出にくいかという、まあ、そういうあたりを考慮してどちらが適切なのかを選ぶという、まあ、そういう考え方になるということですね。でこれが1対1対応のケースですけれども1対 n の対応になっている場合にはこのスライドにあるように1対1の場合は E 側につけると E2 側につけると両方ありえたんですけれども。 1>, 1対 n の場合にはこれは n 側の方の実体集合に対応したリレーションを拡張するというこの上の段に書いてあるこの選択以外は取りえないということですね仮にこういう E 側のにこうつけるというのはこういう形にしますとこれ1対 n ですから E に対して E の実体がですね複数個出てくるということになりますので。 いわゆこう一つの行の中に入れ子構造で複数の値を入れるっていうことができないっていう制約の下ではこの形だと書くことができないといいますか、まあ、無理やり書こうとすると,、えー、と E2 オブジェクトの個数分だけ N 回分だけこれ同じ情報を繰り返して入れるというふうにやれば ででできなないいわけではないですけはすど非常に無駄が多いことは明らかなんでそういう意味でこちらの上段に書いてあるような E2 側の方に R に関する情報を付加するという形でリレーションを設定するというまあこういう形が取られるということが多いということですね。それから最後に N 対 M 対応の場合にはどうなるかということですけども N 対 M 対応の場合には。 E 側から見ても相手は n 個あるわけですし E2 側から見ても相手は n 個あるということなんで先ほどの1対 n の場合に1側につけるとこういう状況が起きちゃうというわけですけれどもこれと同じ状況がどっち側のリレーションに、えーそのえー、関連集合のです、ね、情報を合わせてつけても同じ状況が起きてしまうという、まあ、そういう状況になるということなんで。 n' の場合にはこれはですね E1 とか E2 とかに関連集合の情報をですね属性を加えることによって一緒に表現するということではなくて別のリレーションですね。 別のリレーションを一個設けるという形で表現するということになりますで、別のリレーションとしてはどんなリレーションを設ければいいのかというと E1 と E2 の対応関係とそれからそれに付随するところの属性への値を書けばいいわけですからこれはこの例にありますように R というここの関連集合に対応して作られるリレーションというのは 対応すする、e、と、e、の式の値ですねそのペアとそれからそれの対応関係に伴って発生する属性の値を入れる、A、というですねこれをまあ組み合わせるという形でいいということです。でこの例はまあ当然あの、えーとまあ、一応ある,ある程度こう典型的な例を形ということで書いてますので当然のことながら。 えーと A、の値が複数あるだとかあるいは1個もないとか属性が全然ないとかですねあるいは、えー、属性の数が複数個あるというようなケースがあるわけで、まあ、その場合は同様に、えー、属性の数がいっぱいあればここ増えるわけでしなきゃないでこの A はないという、まあ、そういう形になるということですね、えー、よろしいでしょうか。あと,、まあえー、っとこの E1 といっての式が A の 11A の21で表されて,書いてありますけどこれもまあそれぞれの。 対応づけられる実体集合の式が、えーまあ、属性1個の場合にはこういう形になりますけど属性の組み合わせになっている場合には当然その組み合わせの属性ということになるということであります。えー、よろしいでしょうか。でまあそれをまとめたのが先ほどのスライドで1対1対応の場合にはいずれかの実体集合に対応するリレーションを拡張とで1対の場合は N 側の実体集合に対応するリレーションを拡張する。 n' タイム対応の場合は別のリレーションを作成するとこれがまあ次数2の関連集合をリレーションで表現する時の多く取られる考え方ということですね。それからじゃあ次数3の以上の場合はどうなのかということですけども次数3以上の場合にはこれは、えーまあ、先ほど言ったような1対1とか1対 n みたいなこういうシンプルな形で表現するのが結構普通は難しいですので。 えと通常はそれは別のリレーションを、えーまあ、設定するとだから N タイム対応の場合と同じような扱いをするという、まあ、そういうケースでそういう形で扱われることが多いということですね。で実際に今この例の、えーまあ、先ほど、えー、このここで出てきている実体集合の実体関連図に対応して対応し、まあ今言ったようなやり方で、えー、とリレーションシップつまり関連集合を表すような形で リレーションを作るあるいは変形するというとどうなるかというと,、えー、っと要するに TA と科目の対応関係っていうのは1対1対応ですからこれについてはだから TA 側の方のリレーションに科目番号をつけるかあるいは科目リレーションの方に TA の式であるところの学籍番号を入れるかまあこのどっちかをすればいいということですね。それから 1>, えと1対 n 対応の場合にはこれは、まああのえー、まあこの例の場合の1対 n 対応っていうのはどうなってるかっていうとここに出てきてるわけなんで、えー、とここに出てきてるということはだから n 側の方の、えー、実習課題のところに、えー、1側の方の、えーまあ、実体集合のの 式を入れればいいということなんですけど、実はこの例の場合にはですね、たまたまこれが弱実体集合になっているんですよね。ですから、弱実体集合の場合には、なんで、結局、先ほど、えっと、弱実体集合の扱いということで、もうすでに科目番号が、こう、入っていると、いう形になっていると、いうことで、これは、ま、どういう意味なのかっていうと、結局、弱実体集合っていうのは、この実体集合、単独のですね、情報を扱うためにリレーションを設定するんじゃなくて。 この弱実体集合とそれが結びついている識別上のオーナーとの関連であるこの実習っていうここでひし形で書いたこの関連集合の値をもうすでにこの中で表現しちゃってるということですねですからこの例の場合にはもうこれでですねこの実習っていう情報も合わせて記述されてますのでまあこのままでいいということになるわけですけども一般的にはこちらが 弱実体集合じゃなくて通常実体集合だったら今説明したように N 側の方のリレーションにこの関連の情報を付加して書かないといけないということになるということですね。この例はまあちょっと、えー、まあ割とコンパクトな例なんでこれここ弱実体集合であるっていう例になってますのでそ,のそういう意味でこの1対 N はこれを表すこのリレーションの中でもすでに書けているということになりますけど、えー、まあそういうことになります。 それから、えー、っと N イム対応で出てくるのは何かというとこの立集っていう、えー、このここですね、えー、これに関する情報、えー、これを表すような、えー、テーブルを作らないといけないということになりますのでえー、っと えーまあ、別リレーションを作成ということで、えー、あすいませんここですね。えっ、ー、と履修っていう科目番号と学籍番号と成績、えー、というまあそういう3つの属性を持つような、えー、こういうリレーションを設定するということでまあ結論的に言うと、えー、今の実体集合のこのエグザンプルとして取り上げている実体関連図に対応したリレーションデータベーススキーマっていうのはどうなるかっていうとえー まあここにあるような学生科目実習課題それからまあ TA というまあこの4リレーションですね。それでえ実際はこの1対1のこのえまあ担当っていう TA と科目のえ関係を表すためにえ科目あるいは TA をこのままにするんじゃなくて。 先ほど説明したようなこういう形のいいずれかをここの形形に変すするということうですねそれプラス n イ m 対応の履修を表すようなリレーションを用意するということでこれらを全部合わせたものがリレーショナルデータベーススキーマということでこれで一応実体関連モデルに対応したようなリレーショナルデータベーススキーマが導出されてくるということになります。 からあと次数3以上の関連集合があった場合はまあ先ほども言いましたけれどもえと別リレーションを作成するということになるということで一応これでまあ,あのリレーションつまり第一世紀系のですねリレーションの集まりで全部の情報は表現できてまあこれでとりあえずリレーションデータベースには入る格好にはなったんですけれどもえ実はまあちょっとこのままですねこのやり方だけで えー、リレーションを作るとですね、えー、ちょっとよろしくないような状況っていうのが発生することがあるということになります。でまあちょっと例で説明するとですね例えばですけれども、えー、と実体関連モデルの中に例えばこういう「営業」っていう、えー、関連集合が出てきたとしますそれで仮にまあこれがえっと次数3で、えー、と商品と顧客と営業マンっていう3つのですね 実体集合の間の三つの間の関連を表すようなまあ関連集合で、でそれ自身の属性として販売価格があるというふうにしてます。で、あのここまあえっと実体集合のところ特に属性は書いてないですけれども、まあ商品の属性として識別として表紙番号、顧客の識別として顧客番号、それから営業マンの キーとし例えううで,、ね、で、そう仮定すると今の実体、えーまあ、関連図から、えー、あのリレーショナルデータベーススキーマを求めるという手順に従うと、まあ、こういうようなものが出てくるわけですね。えー、と営業っていう、まあえー、と名前を付けたリレーションですけれども属性は何かっていうと商品番号客番号 社員番号それからリレーションシップが持っている属性である販売価格という、まあ、この4つの組み合わせということになるわけですけれども、えー、実はまあこういうようなです、ね、実体関連モデルで,で書いてある情報っていうのは、まあ、主要な関係は表してますけど実際のデータってデータの項目間にですね結構いろいろ複雑な関連があることっていうのは 現実の世界ででは結構あるわけですねで例えばですけれどもこの会社今データベースでこう作ろうと思っているこの会社のですねまあ営業に関する情報を考えるときに例えばお客さんごとにです、ね、担当営業マンっていうのはもう誰さんって決まってると例えば筑波大学のまあ 担当営業マンというのは誰さんですよとか決まっていると、で別のどなになに何え A 社の担当は誰さんですあるというような決まっているとするとですね、その情報っていうのはこの実態関連モデルの中では。 要するにに明示的にそのの情報自体いいいうのは書いてないわけですよね、えー、ですから、えー、と今言った手順で単純にです、ね、これは次数3の関連集合なんだからっていってこういう、えー、リレーションを作るとですね、えー、確かにデータベースに入ることは入るんですけどデータとして入ることは入るんですけれども、えー、そのデータ管理上ですねあまり望ましくないような状況が起きてしまうということが指摘されています。 でえー、どういう問題が発生するのかということなんですけれども、えー、この商品番号顧客番号社員番号、えー、販売価格というこの4つの属性の組み合わせなんですけれども結局あるお客さんを担当する営業マンは1人っていうふうに決まるっていうことはどういうことかっていうとお客さんがど,どこのお客さんであるど,どのお客さんであるよっていうのを決まると必ずこれ商品番号は決まるということなんである種のここに依存性が発生するわけですね。 でこういう依存性が発生したデータをですねえつまり依存性を内在するようなデータをそのままデータベースの中にポッと放り込むとですね、えー、データは確かに入れられることは入れられるんですけれどもデータをですねいろいろ新しいデータを追加するだとかいらなくなったデータを削除するだとかあるいは一部のデータを更新すると新しい値つまりまあリアルワードが変わったんで。 でそれに対応する形でデータベース中のデータも、えー、アップデートするということをやるときにですねいろいろと不都合なことが発生するということで、えーまあ、アップデートアノマリーっていうふうに言いますけども、まあ、日本語では要するに更新不整合っていうふうに言ったりしますけれども。 え要するにデータを修正する時それから新しいデータを挿入する時あるいはいらなくなったデータを削除するっていった時にいろいろちょっと不都合なことが起きますよということが指摘されてますので,で一体どんな不都合が発生するのかまあこれだけ言われてもなんか全然想像できないと思うんですけどもえまあちょっと例で説明するとどうなるかっていうと。 今の営業っていうリレーションっていうのは、えー、と商品番号顧客番号社員番号販売価格化になるような、えー、こういうリレーションになりますけれども顧客番号を決めると社員番号が決まるというまあそういうような依存性があるということですね。でもちろん、まあ、あとは、えー、ととは商品番号と顧客番号号顧客を決めてやると えーと要するにどの商品をどのお客さんに販売する時の基本的な販売価格はいくらですよとかっていうまあだからこの2つ商品番号と顧客番号を決めたら販売価格が決まるというようなそういう依存性に加えて顧客番号が決まると社員番号が決まるというそういう依存性を持っているようなデータということになるんで。 えっと、典型的にはこういうようなですね一、まあ、つのインスタンスの例ですけどデータタののインスタンスス例としてはこういうよういよなな状況になるわけですねでこれ見てみると、えー、分かるように、えー、顧客番号を決めると社員番号が決まるということなんで、えー、つまりこの顧客番号と社員番号の対応関係だけに着目すると、えー、ここで赤とかですね青で書いてあるような。 つまり C1 に対応するようなお客さん C1 に対応する社員は S1 であるというような対応関係がここお客さんが出てくるごとにつまりまあこれ商品は違うわけですけれども I1 っていう商品アイテム1をですねカスタマー1に販売するときには担当営業マンは S1 で販売価格は100です 100, 100, 100, 100ですというまあこういうことを書いてるわけですけれども。 結局商品がですね i2 であろうが i3 であろうが i4 であろうが必ずここカスタマー1っていうのが出てくれば必ずこれ s1 っていうのが出てくるっていうことになるんでこの赤で書いてあるようなペアの情報っていうのは結局同じ情報なんだけどこのデータベースの中に繰り返し繰り返し、まあ、この例だと4回繰り返し出てくるということになるわけですね。それから同様にカスタマー2に2対して 担当営業マンが S2 であるっていうその対応関係のペアが青で書いてありますけれども3回繰り返し出てくるということになるんでえつまり顧客に対して社員は一時的に決まっているということに着目するとえこのリレーションっていうのはえまあそれぞれの行はもちろん意味のある情報を書いてるんですけれども実は一行一行書く中に同じ情報が繰り返し繰り返し 表現されているということで C1 と S1 のペア C2 と S2 のペアの情報っていうのがこう繰り返し繰り返し出てくるという情報ことになるということですねで繰り返しが発生すればですねこれ必ずアップデートしようとしたときには問題になるわけでどういう問題になるかっていうとつまり本質的に同じ情報のコピーが何箇所にも現れるわけですからその関係をアップデートしようと思った場合は 何箇所もですね、つまり全てアップデートしないとデータベースとしてはコンシステントな状況にならないということなんで例えば顧客に対する社員の割り当てを変更しようとつまり C1 に対して S1 っていうのが今まで担当してたんだけれども別の社員を割り当てるといった場合はこの商品の個数分だけ全部とにかく 誰が担当なのかっていうのを全部繰り返し繰り返し変更しないといけないというそういう本来一つの情報をですねアップデートしようとしているにもかかわらずデータベース上のそのコピーをですねあちこちをアップデートし,すしまくらないと要するに全体としてデータベースのアップデートが済まないということでまあもともとはだからデータベースっていうのは 最初の方に述べましたけれどもファイルシステムだと本質的に同じ情報があちこちにコピーができちゃうんでそれを一箇所にまとめることによってですねそれを同じ情報は複数のアプリケーションで共有することによって。 そういう同じ情報が何箇所にもです、ね、コピーされて格納されるというようなことは避けましょうということを目的として、まあ、それだけではないですけども、まあ、それがもう目的としてやってたのに結局データベースの中で結局同じことが起きちゃってるという、まあ、それが問題だということですね。 でえーまあ、これを一般的にあの同じ値のコピーが複数できるんで修正しようと思った場合には複数箇所を修正しないといけなくなるというのがこれがあの一般に「修正不整合というふうに呼ばれるような名門ですねつまり本質的には同じ一つの情報あるいは一つのペアの変更にもかかわらずデータベース上はこの顧客 C1 が出てくるタプルの個数分だけアップデートしないといけないという、まあ、そういう問題が発生するということですね。 それから、えーとまあ、そうに今のは修正の時の問題ですけれども、えー、新しいデータを入れようっていった時もこれはあの問題が発生します普通。でどういう問題が発生するかっていうと。 えー、例えばですね、えー、顧客に対して、まあ、社員は一時的に決まっているので要するに新しい誰さんと新しい C さんというお客さんが来た時に担当営業番は S さんですよということだけをまず入れてで実際にこの C っていう、えー、お客さんが何を買うかっていうのは、まあ、このあと、えー、何欲しいですよっていうのを言ってきたのに応じて決めましょうというようなことを考えると。 えー、こういういタップルを入れたくなるわけですねつまりアイテムはなるだけれども顧客 C に対しては S が割り当てられてますよということで,で商品決まってないんだからこっちは価格もなるですよというこういうタップルを入れたいというふうに、えー、思うと思うんですけれども、えー、実はまあこのリレーションっていうのはですねキーはどうなるかっていうと商品番号と顧客番号の組み合わせになるわけですね。つまりこここここことこことと 組み合わせつまりこことここのペアを決めてやれば当然お客さんが決まれば、えー、社員番号は決まるしどの商品をどのお客さんに販売するっていうなら価格も決まるというようなこういう関係になりますので、えー、まあこういう情報を入れ,入れたいという気持ちはあるんですけれども実はまあ指揮のところっていうのはこれあのなるは入れられないという、ね、そういう指揮値っていうのは具体的な値を入れなきゃいけなくて。 えっとなるは入れられないっていう。 実体性合成制約というのを以前に説明しましたけれどもそういうことになりますんでこれは入れられないということですねで入れられないで無理やり入れようとすると例えばダミー商品番号みたいなのを入れてなんか人工的ななるではないんだけどこれは実は商品はないっていうことを表すような特殊な値みたいなものを決めてデータベースに入れないといけないみたいなことが発生するんでつまりこの2つの間の依存性っていうか依存するこの項目の部分的な情報だけを入れて やろうとするとこう入れられないというそういう関係がまあそういう状況が出てくるということなんで、えー、まあ要するに新しいデータを入れようって言った時に、えー、まああの入れたくても入れられないというまあこういうような不整合が発生するというこういうのをまああのインサーションアノマリーっていうふうに言いますけれども要するに挿入不整合っていうふうに呼ばれる問題ですねえからさらに削除の時も問題が出るということで。 えー、例えばこういうデータベースのインスタンスがこういう関係になってたときに、えー、今注目しているカスタマー C に対して担当営業マンは S であるってでカスタマー C が購入している商品は I5 であるといったときに。 えーまあ、この状態になっているもちろん問題ないんですけれども例えば商品愛護っていうのがもう扱いを中止するということで商品に関する商品愛護に関する情報はの取引に関する情報は全部削除したいといった時には当然この業後とパサッとこ削除されるわけですね。 で業語と削除されると何がまずいかっていうと結局愛語を C に対して200円で売ってたという、まあ、この情報自体は削除してもらっていいわけですけれども実は、えー、とカスタマー C に対応する営業マンは S であるっていう、えー、その情報もです、ね、合わせて消えちゃうということですねつまりイゴの情報を削除しようと思ったらカスタマー C に関する情報も消えてなくなっちゃうというそういうような 問題が発生するとということで削除したいのは何に関する情報なんだけれどもこの情報はキープしたいというつまり C に対して S であるっていう情報はキープしたいんだけど i 語の情報は削除したいという、まあ、そういう情報の時に要するにたまたまこれはですねつまりこれが C 商品カスタマー C がですね別の商品も 買ってれば「単に行」この行削除したんでいいんですけども仮にこの C が買ってるアイテムがもうこの愛語っていう1アイテムしかない場合は行ごと削除したらまずいということでつまり同じ商品に関する情報を削除したいと思うのに。 えー、そのカスタマーの唯一の商品の場合には行は削除しちゃいけないとで他にアイテムがある場合は行を削除してもいいという、えー、つまり、えー、本来、えー、この情報を削除したい時にどういう操作をやればいいかっていうのがたまたま最後のアイテムの場合だけは行は削除しちゃいけないけど。 えー、最後の行じゃない場合は行削除してもいいとかっていうそういうなんか、えー、データベースをアップデートする時のやり方がですねほ、えー、にどういうデータがあるかっていうのを見た上でやり方を変えないといけないっていうことになるとこれプログラムコードでそんなこと書いてたら、えー、結構ややこしいわけですね。他に商品があるかどうか見て、えー、商品があればその行削除したんでいいけど、えー、商品はない場合には、えー、ここのところを合語の行を削除するんじゃなくてここダミー商品の。 ID に変えるとかですねなんかそういうことをやんなきゃいけないということになるんで、えー、まあそういう非常にあの単なるなんていうんですかね情報の削除なのに状況を見てですねいや変更すべき要するに取るべき変更の手段を変えないといけないということになると非常に複雑になるということになるわけで、まあ、こういうのが削除の時に発生する不整合というふうに呼ばれるものであります。 でえー、まあですから実は、まあ、ここのですねこの、えー、と営業というリレーションは、まあ、確かに第一世紀系の形になって入れ物としてのデータベースにはリレーションのデータベースには入るんですけどもその後新しいデータを追加したり変更したり削除したりっていうことを考えるとこのままの格好でデータベースに入れとくのはですねあまり望ましくない格好のリレーション。 とということになるわけですつまり第一世紀系なら何でもいいかっていうと別にそういうわけじゃなくて要するにこの形の第一世紀系というのはあまりよろしくないよということになるということですね。で、えー、まあこの商品顧客番号社員販売価格っていう関係で、まあ、今商品顧客番号に対応して社員番,社員番号が一時的に決まるっていう場合にはこれはよろしくないということを言ったんですけれども。 えー、全く同じ性質を持つような、えーまあ、リレーションの例としてはこう,こういうリレーションもあります。でこれはまあこれまで出てきた科目だとか実習課題の情報を記述したんで、まあ、今の販売とか何とかっていうよりはもうちょっと直感的に分かりやすい例になってると思うんですけどもこのリレーションっていうのは今説明した、えー、っとこの営業っていうリレーションとですね本質的に全く同じ性質を持ちます。 でこのリレーションはさすがにあまり望ましくないことはこれ、まあ、直感的に、えー、分かると思うんですよね。でなぜならば要するに事、えー、業科目を記述してんだけども実習課題と一緒にその情報を書いてますので、えー、同じ事業にもかかわらず実習課題がですね、えー、複数個あればこれ当然その分だけ業が出てくるということで10課題ある事業は10業分だけ。 同じ事業科目科目番号何番で科目名いくつで単位数何でっていうのが課題の数分だけずっと繰り返されてくるという形になるわけで同じ情報が繰り返されるということでこれはまあ当然のことながら、えー、と修正不整合が発生すするわけですね。それから、えー、とこの形でですねデータベースに入れようと思った時には。 えー、課題がない科目はこれ登録でできないんですよねでどうして課題がない科目は登録できないかというとこのリレーションの式はつまりもともと今まで出てきたこの科目っていうのをこの最初のここのところだけちょん切ってですねこの3つの属性だけで構成していれば科目番号が式になるんですけれども。 こういうふうに実習課題の情報も組み合わせちゃった途端にこのリレーション自体の式は何になるかっていうと科目番号と課題番号の組み合わせですねつまりこの番号だけ決めてもこれ1行決まりませんのでつまりこの1番の科目の課題1とかっていうふうにやることによって行が1つ決まるということになりますので。 え要するに式は科目番号と課題番号の組み合わせということになりますので仮に課題のない科目を入れようと思ったときには当然まあ授業科目としてのこの3つの属性のところはいいんですけれどもここは本当は課題ないんだから「なる」を入れたいわけですけれども課題のとここの科目番号のところがここが式の一部になりますのでここに「なる」を入れられない。 いうことになるんで結局また先ほどのですねダミー商品じゃないですけれどもダミー課題みたいなダミー課題番号とかっていうのを設けて、えー、この課題番号は実は課題がないっていうことを表す課題番号ですよみたいなそういうちょっとヘンテコリンな、えー、特殊な、えー、扱いをしないといけないと、えー、そうじゃないと、えー、課題のない科目は登録できないということになるということですすねそれから同様に、えー、課題を削除するとですね。 えー、つまり課題がこの課題はやろうと思ったけれども時間がないんでやめますよっていった場合に例えばこのデータベースっていう事業の3番の課題の SQL の課題は、えー、ちょっと結構大変そうだとか、えー、時間がなさそうなんで今回は出すのやめようというんでこれかこう3番の課題削除するっていった場合はこれ削,削除していいわけですね。 まあ、あの本当は削除しませんからちゃんと来週までにやってもらいたいんですけれども仮にこの例だとこういう削除すればいいわけですけれども。 えー、これも先ほどの例と同様に仮にある事業の唯一の課題1個だけ課題があってその課題が載ってるっていう場合その課題削除しようとすると事業の情報も一緒に消えちゃうということになるわけでさっき要するに、えー、っと商品がですね最後のそのカスタマーの最後の商品だったら 業ごとは削除できないけれども他に商品があれば業ごと削除していいというようなそういう削除の時の扱いをいろいろ考えないといけないと言いましたけど結局この例の場合も同様で。 課題を削除した場合は他に課題があればその行を削除したんでいいけどその授業の唯一の課題の場合はそこの課題を削除する行ごと削除するわけにはいかなくて課題番号のところをダミー課題の番号に変えるとかってまあこういうことをやらないといけないということになるんで削除の扱いつまりまあ単純に行削除すると本来意図しない情報が消えてしまうんでそういう特殊な扱いをしないといけないという、まあ、そういう状況が発生するということですね。 で結局ですね今言ったような問題はなぜ起きてるのかというと結局まあ最初の例だとこれ営業という例になってるんですけどもこれはですね一つのリゲーションでこういうふうに書いてるけど実は、えー、本質的にですね2種類の情報をこの一つの表に一緒に織り込んじゃったっていうことによって発生しているわけですね。つまりどういうういいこととと言ってるのか 営業っていう情報リレーションはですねどの商品をどのお客さんにいくらで売りますよっていう情報とどのお客さんの担当営業マンは誰なんですっていう本来独立に追加とか削除とか変更が、えー、されるべき情報を一つの表に織り込んじゃったというところに問題が発生しているわけで問題解決するためにはどうしたらいいかというと結局こういうふうに分けりゃいいんですね。つまり 商品番号と顧客番号と販売価格のここの部分だけを記録した保持するようなリレーションとそれから営業担当ということでどのお客さんの担当営業マンは誰なんですよっていうふうにこういうふうに2つにセパレートして持っていれば 今言ったようなまあ問題っていうのは実は発生しないわけですね。こっちだったら要するにどの新しいお客さんが来た時に担当営業マン誰ですよっていうのはここにだけ追加すればいいわけですね。それからまあどの商品を扱うときにある商品を追加したいとかある商品まあ要するにある商品削除するってこれ必ずこの行を削除すればいいわけで別にあのなんか他に行があるかどうかだとかってそういうのにことを気にしてですねなんかいろんな処理をしたりする必要がないんで。 えつまり、えー、データをです、ね、追加削除を変更したりするっていうことを考えるとこっちの上の形のテーブルで持つんじゃなくて下のようなこういうふうに分けた、えー、リレーションとして持ってた方がより適切であるということになるわけです。で同様のことは、えー、先ほどの科目についてもこれもまあ、えー、もうこっちの方は直感的にわかると思いますけども。 明らかに科目と実習課題をこうやって混ぜこぜにしているような表だからさっき言ったような問題が発生するわけでこれを要するにもともとこれまで例で出てきたような科目に関するつまり科目番号と科目名と単位数だけ入れたリレーションとそれからその各科目について自、えー、と実習課題がある場合はこちらの方に行として課題の情報を 記述するというこういうふうにまあ2つに分けてやるということをやってやればですね、えー、この、えー、このリレーションが持っているような問題点というのは防げるということになるということですねで、えー、まあ今だから、えー、まあ具体的な例を使って説明したんで、えー、まあこれにこういう更新この,このテーブルというのはこんなふうに更新されるでしょうとでその時にこれ一緒に入れたらまずいけどこうやって分ければ。 えー、そういう問題は発生しませんよねっていう話をしたわけですしそれから営業についても同様のことをこうやったわけですけれども。 えー、じゃあ仮にですね販売ってこういう形にしたらこれはもう販売自体はもうそういう問題が発生しないのかだとかあるいはこの営業担当の方は問題発生しないのかあるいはこいつ,の事,業につ事業と実習課題についてもこうやってこういうふうに分ければ問題が発生しないっていうのはまあこれは、まあ、この例については明らかに。 えー、多分こ,うこ,れこれ以上分解っていうかこう細かく分けるとかっていう必要はないだろうっていうのは、えー、容易に想像がつくと思うんですけれども。 えー、個別にですね ER モデルつまり実体関連図から出てきたリレーションをずっと睨んでですねどういう更新操作があり得るのかというのを見て、えー、これはこういうふうに分けた方がいいとかですね、えー、これはこのままで置いといた方がいいとかっていうのをいちいちですねどういうアップデートがあり得るかっていうことを考えながら想像しながらですねこれは問題ありそうだから、うん、どう分けたらいいんだろうとかっていうふうにで個別対応でですね考えるのは非常に大変す。 大変なわけですねで、えーまあ、それに対してですね体系的な、えー、アプローチを示すのが、えー、っと正規系工事の正規系というふうに呼ばれるものです。で、えー、つまり適切な属性の集まりになっているかどうかっていうのが、まあ、問題なわけで、えー、確かに、まあ、属性集めりゃ一つの第一正規系の リレーションにははなるるんでですすけけどもそのののの属性の集まり方が悪いいから結局さっきの問題っていうのは出てるわけですねつまりこれ、えー、科目番号科目名単位数課題番号課題名ってこれ一色単にしちゃうからこういう問題が発生するわけで、えー、これをですね、えー、この3つの属性の集まりと、えー、こっち側の3つの属性の集まりっていうふうに分けてやればこういう問題は発生しないということになるわけですね。 でどういう属性の集まりが適切な集まりであってどういう属性はの集まりはですね適切でないのかっていうのをどうやって判定したらいいのかということに対する回を与えるのがここに書いてある「工事の正規形」っていうふうに呼ばれるもので適切な属性の集まりになっているかどうかを客観的に判断する基準ということになります。 それで、まあ、第一正規系っていうのを、まあ、紹介した時点から第一があるんだから2とか3があるんだろうっていうのは、まあ、想像できると思いますけれども実は、えー、このデータベースの設計論の中ではですねこういう正規系が、えー、あります、えー。第二正規系第三正規系ボイスコード正規系第四正規系第五正規系、えー、ここまであの第六以上はありません。 でえー、なんでこんないっぱいいるのかという、まあ、そういうふうに思えるかもしれませんけれども、えー、直感的に言うとですね、えー、要するにこの番号がだんだんこのまあボイスコットだけはこれ番号ついてないんですけれどもつまり提案者の名前が付されているということで番号はついてないんですけど、えー、ちょうどまあ,あの意味的に言いますと3と4の中間にある、えー、まあそういうようなあの正規形になります。 で,えー、ですから、まあ、仮にボイスコットに正規系が3.5ぐらいに当たるというふうに考えると順番的にはこの位置に来るということなんですけど、えー、番号はだん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 上がっていくにつれです、ね、どういうふうになるのかというとよりです、ね、細かい部品としてパーツとしてのです、ねえー、つまりいろんなアプリケーションで使うためのデータの集まり とつまり属性の集まりとしてですねより基本的な集まりに細かく分解されていくというそういう性質があります、えー、つまり工事の正規系より工事の正規系ほど基本的な属性の集まりとしてのまあ、純度が高いまあ、ちょっとこれなかなか直感的にちょっと分かりにくい部分もあるかもしれませんけども、えー、要するに先ほど来出てきているこの例っていうのは えー、つまり本来科目に関する科目の性質それから科目にくっついてる、えー、課題の性質を書きたいわけですけどもそれを一緒に入れちゃったつまり両方組み合わせて一つのリエーションにしちゃったことによってこういう問題が発生するわけなんで科目の性質はこちらで書きましょうと課題の性質はこちらで書きましょうというふうに分けることによって、えー、先ほど言ったような えまあ更新不整合と呼ばれる問題は解消できますし逆にこういう形にしておいた方がアプリケーションプログラムからデータを使う時にもですね別に実習課題は関係なくて科目に関する情報だけが欲しいんだっていうならこ,のこれをパーツとして使えばいいということでこっちは関係ないということになるわけでそういう部品としての流度を上げるという意味でもまあ分けた方がいいということになるということですね。で えー、まあ工事の正規形これからまあ具体的にちょっと説明していきますけれども、えーまあ、下に行けば行くほどですねつまり番号が合われば上がるほどより,より細かい基本的な単位に分解されていくということになります。でただそうはいうものでですね、えー、と実際のデータベース設計ではですね、えー、どれが重要かっていうと。 普通あの、まあ、データベース設計の時に意識するのは、えっと、第三性規系とボイスコード性規ですねつまりこの辺り、えー、この辺りの基準を満たしているかどうかっていうのが、まあえー、割と実際のデータベース設計の中では、えー、気にされるといいますか、えー、そ,うそういう基準になっているということですね。で今の、まあ、関係を記述したのがこういう関係になりまして。 えと要するに第一性これはあの一種のベン図ですけれども、えー、と第一性系の集まりっていうのは非常に広いつまり要するに単なるフラットなテーブルになってればいいということだけですよね。で第二性系第三性系ボイスコード第四第五っていうふうにいきますけれどもこれは当然第一性系の形はしてないといけないわけですけれども単に形が第一性系であるっていうだけじゃなくて。 これから説明するようなある種の性質を満たすようなそういうリレーションになってないといけないということになります。で先ほどのですね営業だとかあるいは事業のこの科目の実習課題の例2つ例を出しましたけれども正規系という観点から言うとですね実はこれはですね非常に性質の悪い形なんですね。つまりこのの上に書いいてあるリレーションというのは えとこの今のベン図でいうとどこにあるかというと一番外側のこここ,この一番外側のこの輪郭上にあるえつまり第一席形の範囲内には引っかかってるけどもえと第二以上には全然なってないようなえそういうリレーションという形になります。でそれに対してですねえとこう分けたらいいんじゃないかと言ってるこのえと販売だとか 営業担当それからあとこちらの場合も同様ですねこれは単なる第一設計で第二以上には全然なってないですけどもでこちらとこちらは今の対応関係でいうと実はこの中のここに来るんですねど真ん中の方に。なんでそんな天と地との差がほどあるようなことなのかというのはこれから説明を聞くと分かると思いますけれども。 えー、実はまあ分けた方を2つに分けたらいいって言ってそれはここに入ってきたんですねでここに入ってくるんでここに入ってくるようなリレーションですと今先ほど説明したような、えー、と更新不整合ですとかあるいはデータの上調性だとかっていうのはそういうのはないようなリレーションになっているということですね。で、えー、まあ第5まであるんだから当然あの第5になってるかどうかっていうのを一生懸命意識しないんじゃないし,した方がいいんじゃないかっていうふうに え考えることも、まあ、あのそ,うそういうふうに思われるケースもあるかと思うんですけどもなんでまあ第三世紀系とかボイスコート世紀系っていうのを意識する必要があるかっていうと,、えー、と多くのリレーションはですねもうボイスコート世紀系の中に入るとほとんどもうここに入ってくるんですね。で、えー、理論的にはボイスコート世紀系にはなんだけど第4にならないとかあるいは第4ではあるんだけど第5にならないっていうケースが 理屈上は存在するんですけども現実のデータっていうのは大体もうボイスコード正規系の中に入ればほとんどここに入るしそれから大多くの場合は第三正規形の中に入ればもうほとんどここに入るというようなそういうような性質を満たすケースがかなり多いんでそういう意味でまあ要するに第3とかボイスコードの条件を満たしているかどうかっていうのを気にすればまあ大体あとはそれほど問題ないリレーションになると。 いうことでそういう意味でまあ第三正規系とかボイスコード正規系が実際のデータベース設計の中ではまあ意識される世紀系とということですねただあのアカデミックな意味での,あのデータベースなりあるいはまあ情報の依存性とかっていうのを考えるときにどういうことが起きるかっていうのを突き詰めていくと実はまあ第四正規系とか第五正規系とかっていうのがあってある特殊な場合には ボイスコードではあるんだけど第4にはなってないとかあるいは第4ではあるんだけど第5にはなってないとかっていうケースが理屈上は存在するということですね。えー、ということなんで、まあ、理屈上から言うと確かにこれ,これあのもうボイスコートの基準入れたら全部第5になるというわけではないと。 といいううことでこで書いてますけども、まあ、現実のデータの場合にはほとんどこの中っていうのはここに来ちゃうということなんであんまり第5になっているかどうかを気にするっていうよりは、まあ、ボイスコードとか第3の条件を満たしているかどうかっていうのをまあ気にするというそういうことがまあよりり現実的だとということであります、えー、とよろしいでしょうか。それで,、えー、とですから、まあ、これから説明しますけど。 えー、この営業っていう、まあ、ER 図から出てきたからこういうリレーションが出てきたらですね、えー、これはこのまま格納するのはよろしくないっていうのは今の正規形の条件で判定してどの正規形になるかをこれ見る,と見るんですよね。でこの正規形は、えー、これがどういう正規形になるかっていうのは今言ったようにこれから説明する。 内容を理解するとこれ第一世紀系にはなっているけど第二にならないようなものであるというのが分かりますのでその場合はじゃあこれどうやって分解こういう分解もこの例の場合は直感的にこうなるといいだろうというのは分かるけど具体的にどうやって分解すればいいんですかとつまりいろんな山ほど属性があってですねで実際にこのデータって本当に何を表してんだか本当はよく分からないとかっていうまあそういうような場合の時にどうやって分ければいいかということについても 実はまあこれから説明する正規系の理論というのは指針を与えてこれがえまあ第一正規系にはなっているけれども望ましい例えば第三だとかボイスコード正規系になってない時にはこうやって分ければいいっていうことをちゃんとアルゴリズミックにですねつまりアルゴリズムを通してこう分けるべきだっていうのが、えー ちゃんと導出されるような、まあ、そういうような理論的な体系があるということですね。ですから、まあ、それに従うと、実は。 あんまりこの、えー、どういう更新ど,うど,どんな新しいデータが追加されうるだとかですねどういう値の変更がありうるから困りそうだとか困りそうでないかだとかっていうそういうまあプラクティカルな現場のリクワイアメントに基づいて考えるっていうことよりはむしろここに含まれる属性の間の依存性みたいなのを着目することによってこれはこのまま入れていいのかあるいはこのまま入れるべきでないのか入れるべきでない時にはどうやって分解すればいいのかっていうのをこれが実はシステマティックに まあ決められるとということでありま,すでまあそれに関する説明をこれからちょっとやりたいというふうに思います。でまあそれはまあいわゆるデータベースの正規系の理論っていうふうに。 まあ理論っていうんでちょっと理屈っぽいところもありますけれども、えーまあ、あのその議論に入っていくということですね。で、まあ、その議論に入る前にですねちょっとだけまあ注意ということなんですけれどもこれまでまあリレーショナルデータベースのスキーマってリレーション名があって属性 H から AN がこう並んでるって、まあ、こういう書き方をしてきたわけですねこれまで。 でえー、これまでこういうふうに議論してきたんですけれどもこれから扱うのはですねどういう世界なのかっていうとつまり、えー、この科目科目名単位数、えー、課題番号課題名の この属性の集まりとして、リレーションにすべきなのか、あるいはこの3つのグループ、あるいはこの3つのグループでリレーションにすべきなのかだとかっていう。そういう属性、どういう属性の集まりで1。リレーションを作るべきなのかっていう、えー、そういうところがメインのあの議論のポイントになるわけですね。こっちの場合も同様で、この4属性の集まりで1。リレーションとしていいのか、えー、むしろこうやって3属性と2属性に。 の組み合わせにした方がいい,のかっていまあこういうことがこれはいいとかこれは良くないだとかってこういうのの議論をやる上ではですねこのリレーションに名前がどうついてるとかっていうのはこれはまあどうでもいい話じゃなくて、ね、つまりこれを営業と呼ぼうがこれ販売と呼ぼうがまあ好きな名前でまあ呼んでくださいということになるわけですしこちらについても上をですね科目って呼ぼうが えー、なんて呼ぼうか別に名前はどうでもいいという話になるわけで、えー、結局、えー、リレーションスキーマを表すときにいちいちですねリレーション名をくっつけないとリレーションが記述できないということになると不便というか、まあ、要するに名前ははっきり言って今の議論の世界ではどうでもいいわ、まあ、好きな名前つけて呼べばいいだけの話なんで、えー、名前がどうであるっていうことは気にし,し,しないで議論したいと。 ということなんでリレーションスキーマを書くときにいちいちこうやって「R」とかってリレーションスキーマリレーション名をつけてやるとですねもうこの名前どうしようかみたいな感じで、えー、話がかえってややこしくなるということなんで。 えー、つまり、えー、正規形等の議論をするときには属性どういう属性の集まりになっているのかっていうのが問題になるんで要するに属性がこれどういう順番で並んでいるかだとかあるいはリレーション名が何てついているかだとかってこれはまあそこで、えー、この章っていいますか特にデータベースのこの正規形やなんかを考えるときにはリレーションスキーマっていうのは単に属性の集合であるというふうに考えると。 いうことで名前は別にまあないないっていうかだから名前はつけたはけなんか好きな名前つけてくださいと、えー、別に名前については何てつけようがな全く制約ありませんということをいうために単にリレーションスキーマっていった時には属性の集まりであるというふうに考えましょうということで、えー、これからの 議論が進むということになります。それで、えっ、ー、と、正規系を考えるときにはですね、ね要するに、何も手がかりがないと、これ。 判断のしようがないわけですねつまり今のこの営業っていうのがこれがいいとか悪いとかっていうことを議論したいわけですけども、えー、単に何,何もないつまり属性名しかないとこれ手がかりも何もないわけで、えー、商品番号と顧客番号社員番号販売価格ってこの名前を見てただけじゃ何も出てこないわけですね。 リレーションになるとということのです、ね、一番の要因はどこ,どこから始まったかっていうと実はこの「イフ」で書いてあるあるお客を担当する営業マンは一人であるというそういう状況だったとしましょうっていうそこから実はこの議論って始まってるわけでこの過程がなければ。 今こ,れこの更新不整合が発生するだとか何だとかということは一切議論のしようがなかったわけですね。で、えー、つまり顧客を担当する営業マンは1人ってそんな重要なことなのかということなんですけれどもこれは実はデータの項目間の依存性を記述しているということで結局お客さん決めると社員番号が決まるということなんで結局こうやって冗長な情報がバーッとこうやって出てくるということになるわけなんで。 こういういつまり属性値の間の依存性っていうのが結局中に入るデータのです、ね、インスタンスが持つべき性質を、えー、の特徴を捉える上でです、ね、一つの重要な性質になるまあそれだけじゃないですけどもそれだけではないですけども一つの重要な性質になるということなんで。 えー、まずは正規系の議論する上でですね。このデータのですね。属性間の依存関係っていうのがどうなってるのにかっていうのに着目しましょう。というところから議論が始まりますで、それをですね。体系的に書くのがえっと関数依存性というえ、関数従属性という風うに呼ばれるえ、精ですね。ファンクショナルディペンデンシーって呼ばれますけども。 でこれは何なのかっていうと,、えー、とリレーションスキーマ A1 から N まあ今言った約束のもとにリレーション名は無視して属性 A1 から AN が集まっているようなそういうようなリレーションが1個あるというふうに考えた時に、えー、属性のですねある一部分属性集合、えー XY、って書いてありますけどつまりこの属性の中のどっかの部分を取ってきたときに。 えー、以下のようなこのこ、まあ論理式出てきてちょっとあま皆さんあんまり論理式それほど得意じゃない人もいるかもしれませんけどこういう関係が成り立つときに関数重属性、X、から、y、があるというふうに言うということですね。これだけ見るとこれちょっと何のことだかわからないかもしれないですけどもこの論理式で言っていることはどういうのかというともし属性2つのタップルがあって。 X の値属性 X の値が一致したならば必ず Y の値も一致しますよということを書いているんですね。でこれは何なのかっていうと直感的に言うと X の値を決めると Y の値は決まりますということを言っているわけで、えーまあ、先ほどの例ではですね先ほどの例に当てはめるとどういうことが言えるかっていうと商品番号と顧客番号の組み合わせを決めてやると。 販売価格という値は一通り決これ要するにこの表が持つこの表のデータが持っている性質ですけれどもこれは今の関数受属性っていう考え方でいうと商品番号と顧客番号という2つの属性を、X、として販売価格っていうここの1個の属性を、y、というふうにすると。 X から Y への関数重属性があるつまり直感的に言うと商品番号と顧客番号の組み合わせを決めるとこのリレーションの中では販売価格の値っていうのは一通り決まりますよということを言っているということですね。<laughs> それからこのリレーションは先ほどの実体関連図から導出するときにお客さんに対して担当する営業マンは一人あるっていう決まってますので。 この関数従属性に加えてこういう別の関数従属性もあるということでそれは何なのかというとお客さんの番号を決めてやると社員番号が決まるというまあこういう性質もありますよつまりここで C1 って決め C1 だったら必ず S1 が対応するとつまりこのこの表の中のこの顧客番号を見ていた時に C1 って書いてあるところには必ず S1 っていうのが割り振られているということですね。に対しては必ずっていう のが割り振られているととうことでもちろんこの関数受属性は具体的にどの値を割り当てるかは言ってないわけですけどもこれが決まると必ずこっちが同じならば必ずこっちは同じになりますよっていうのを書いているのがこの関数受属性っていうふうに呼ばれるものですね。 でまあ、ちょっと関数字の属性とかなんか先ほどの論理式とかっていうのを見ると、えー、結構難しそうに見えますけれども現実の世界ではそういうデー,タ間の依存かデータ項目間の依存関係っていうのは山ほどあるわけで例えば要するに学籍番号を決めたら氏名決まりますよねそれから学籍番号を決めたら少なくとも現住所っていうのは決まりますよねで現住所が決まれば郵便番号決まりますよね。えー、っていうふうにそういうふうに現実のデータっていうのは 独立にただ値がバラバラあるんじゃなくていろんな意味の依存性があるわけでこの値が決まるとそれに応じてこの値を取るだとかそういうようなことっていうのは結構あるわけなんでそのことを、えー、とまあ,あのより形式的に表現したのがこの関数従属性っていうふうに呼ばれるものということですね。 でまあ、この関数重属性はですね結構これあの大事まあ割と、えっと、データベースに関しては、まあ、割と古典的な、まあ、あの概念で、えーまあ、いろんな資格試験やなんかでも。 この関数受属性ってなんか結構ちょっとややこしそうに見えますけれども、えー、結構いろんな何とかスペシャリストだとかいろんなところの試験やなんかにこういうのも出たりする,すると思いますので、えー、まあ,あのななんか数学的にややこしいこと言っててデータベースと何の関係があるんだろうとかって思ってる人もいるかもしれないですけども、まあ、結構それなりにあの大事な概念なんですね。だからデーータベースって 割とこう理論的ななな話がが割割ととととプラクティカルこころにつっている世界うことですねえ理論的は理論的であるんだけど現実のシステムはこうやって全く別の考え方でできてるとかってまあそういうようなものも分野によってはありますけどもデータベースの世界は割とこう理論的に考えているものが現実の場でのいろんなデータの扱いやのところにまあ考えこう実際に対応がするものがあるとかっていうまあそういうような。 とこそれで、えー、とまあ,あの、えー、仮にですね、まあ、一応これ関数値属性って一般的にはこんなふうな形になりますので属性集合っていうふうに言ってますけれどもこれはあの何なのかというとこうやって複数個あっていいよっていうのを許すために集合って言ってますけれどもまあ,あのこうやって1個,個ずつが出てくるっていうケースもあるということですね。でまあ,あのこういう属性集合なんて、まあ、集合を表すっていう意味ではこうやって中括弧でで かかってやるっていうのがまあ普通の集合の書き方ですけれどもだからもちろんこう書いてもいいんですけれどもまあいちいち中核を書くの面倒くさいんでデータベースの世界では結構こうやって単に属性名をただ列挙するという形でこういうようなつまりこう書いてもこう書いても同じ意味ですね関数字属性自体はこんなふうに書いたりするということになります。 それでえっ、ー、とこれまでまああのデータベースの中であの長キーとか広報キーだとかなんだかんだっていうのがまあこれまで出てきたわけですけれども、えー、実はまあ長キーだとか広報キーだとかっていうのは関数重属性という形で捉えることができるということですねで、えー、x っていう属性がですね長キーになっているということはどういうことなのかというと x から RS, RS って何なのかというと要するにリレーション中の全属性ですねつまりどっかの属性値決めますともう全属性が決まるということは要するにタップル全体が決まりますよと。 いうのがこれが X が長期でえね前はだからタプルを一時的に識別できるような属性の組み合わせっていうふうに言いましたけれども結局タプルをリレーション中で,です、ね、タプルを一時的に識別できるっていうことはどういうことなのかっていうと、X、の値を決めると全属性値が決まっちゃうというそういう依存性があるようなそういう関数樹属性というと、X、から RS っていう。 まあ要するにリレーションの全属性を,に対する、えー、を決めるような能力があるような、X、のことをこれ長期であるということが言えますしそれから、えー、と候補キーだとかキーだとかって言ってたのはどういうことなのかというと今の長期位としての性質に加えて、X、のいかなる新部分集合を取った時は、えー、とつまり、X、を少しでも減らすと、えー、その減らした、y、は、えー、全体の属性値を決めるっていう能力はもうないですよと。 つまりもうミニマムでこれれ以上は削まませんよっていうつまりこの x から rs っていう性質を満たす属性のうちもうこれ以上は削れないギリギリのところまで削ったやつっていうのがこれが候補キーあるいはキーっていうふうに呼ばれるものということでえまあこれまではリレーション中でですねタプルを一時的に決めるのに必要十分な。 属性あるいはまあ十分な属性のことを長期あるいは広報期っていうふうに言ってたわけですけれども、えー、関数値属性の考え方でいうと実はこういう性質を持つような、X、っていうのはこれ長期だしこの2つの条件を満たすような、X、っていうのは広報器あるいはキーであるということができるということになります。それで、えー、とまあ,あの関数値属性のですね考え方自体はまあなんとなく直感的に 理解でき,たできつつあるん例えばだから学先ほど言いましたけども学籍番号を決めると、えー、住所が決まって住所が決まると、えー、郵便番号が決まるとかってまあそういう依存性とか、えー、あるわけですねあるいは学籍番号を決めると所属する、えー、学類が決まって、えー、学類が決まると学類長が決まるとかですねまあそういう依存関係が、えーまあ、あるわけですね至る所でそういうことっていうのはあるわけですね。で えーまあ、今言ったこととちょっと関連するんですけれども、えー、ち,ょっとまあちょっと若干抽象的に回転で分かりづらいところもあるかもしれないですけれども、まあ、ここにちょっと例がありますねつまり、まあ、今学籍番号で言いましたけども、まあ、例えば社員番号を決めるとその社員の住所が決まるとで住所が決まると郵便番号が決まるということでこれはまあ2つの属性間の依存性っていうのがあるわけですけれども。 実はこの2つの依存性があれば当然のことながら社員番号を決めた時にはその人の住んでる住所の郵便番号が決まるということなんでえこの2つの関数従属性があれば自動的にこの関数従属性ももう嫌だって言っても出てくるわけですね。つつつまりりりここのはは成成立立けどもこっちは成り立たない 私のデーータベースでではこれは成り立たないんですとかっっててて言いい張ってみてもそれはありえないわけですね、えー、つまりこれが成り立つって言った途端にもうそのデータベースの中では必ずこの関係も成り立つはずということなんで、えー、結局何が言いたいかっていうとつまりえあるリレーションの中で A から BB から C っていう関数従属性が成り立ちますよっていうともう自動的にですね A から C っていう関数従属性も もう自動的にくっついてきちゃうということになるわけなんで、えー、そういうですね、えー、つまり関数持続性というのはそれぞれが独立でこれは成り立つけどこっちは成り立たないとかっていうのを独立にバラバラ決められるもんじゃなくてこの2つがあるっつったらもう必ずこれはあるわけですし、えー、まあそういうような依存関係が成り立ってくるということで、えー、この A から BB から C が成り立てばもう自動的に A から C も成り立ちますよっていうのをですね論理式の表現を使って論理的につまりこの2つの A から BB から C っていうのは A から C っていうこういう関数従属性をですね論理的に含意するっていってこんなような書き方これまああまり馴染みではないかもしれないですけどこれ論理学で割とこう左側が成り立つときには右側も成り立つというもう自動的に成り立つと。 いうことを表すのにこういうノーテーションを使いますけれども、まあ、それを借りてきて社員番号から住所住所から郵便番号って2つの関数従属性がある場合には必ず社員番号を決めるとその人の住んでいるところの郵便番号が決まるという、まあ、こういう従属性がありますよということをこんなふうに書くということですね。で今まあ何が重要かというと要するに正規形を考えるときに。 あるターゲットとなるリレーションの中でどういう関数従属性が成り立っているのかっていうのを調べたいんですよね、えー、つまりどういうデータの依存関係があるかっていうのをある意味網羅的に調べたいんですね。で網羅的に調べたいんですけれども、えー、まあ要するに例えばだから、まあ、先ほど来出てきているこの例でいうと、えー、あすいませんちょっと えとこのリレーション営業っていうリレーションの中ではこの2つは成り立つということですね。でこの2つは成り立つっていうのはまあ今,今の説明で分かったと思いますけれども関数従属性っていうのは今言ったみたいに何かこれが成り立つともうそれに伴って自動的に成り立っちゃうっていうものがあるわけなんで本当はこの2つだけ成り立って他は成り立ってませんって言いたいんだけど実は。 この二つが成り立つとも芋づる式にですね。もう嫌だって言っても、自動的にくっついてですね。あの、出てくる関数樹属性というのが実は。 ゾロゾロあるんです、ね、こ,こ,こ,れこれ今この2つ成り立つというのは意味分かったと思いますけどもこの2つ成り立つにじゃあどんなのがなるのかとかって思ってるかもしれないのでちょっとこのあと例示しますけども実はこの2つが成り立つっていうことはこの2つだけが成り立って他の関数従属性は一切ないのかっていうと実はこの2つがあるっていうことは 今言った意味での論理的に願意されるものを含めると実はこれは氷山の一角で見えてるのは上この2つだけだけどその水に沈んでの下に沈んでる見えてない関数持続性というのは実は非常にいっぱいあるんですね。でそれはまあどういうことなのかということなんですけれどもそれを表すためにですねつまりある関数持続性がつまりある関数持続性の集合 F、まあ、この例の場合には。 えー、この2つということになりますけどもこの2つが成り立つことによって、えー、実はそれから含意されてきちゃう関数受毒性を全部とにかく列挙して無限にあるわけじゃないですか無限にはないいいけどいっぱいあるんですね。でそのいっぱいあるやつをですね、えー、仮に全部列挙したらどうなるかっていうのを。 この関数十属性集合 F の右肩にプラスをつけてこれは関数十属性集合の平方まあクロージャーっていうふうには言い方をしますつまり F に伴って成立する全関数十属性の集合ということですね。それで じゃあ今の例でどうなるかということですけども、まあ、先ほど説明したのはこの2つの関数従属性が成り立っているというふうに言ったんですけれどもじゃあこれこの、まあ、割と4属性しかないような、えー、ち,ょちょっぽけなリレーションですけれどもこれに伴って出てくる関数従属性は何ですかというと実はここに書いてあるみたいにすごいいっぱい出てくるんですね。 どういうのが出てきているかっていうともちろんここに書いてあるえつまりこの2つの関数従属性の集合の右肩プラスつまり平方を取ったものはどうなるかっていうのがここに書いてあるんですけれどももちろんここに出てきているそのものは当然入りますけれどもそのほかにどんなものが出てくるかっていうと例えば商品番号と顧客番号を決めると商品番号が決まりますねって。 一体何だということですけどもこれある意味当たり前っていうのは当たり前ですよねつまり商品番号と顧客番号を決めてやるとこれ商品番号と顧客番号を決めてんだから商品番号を決まるのは当たり前ですよね。つまりえ要するに え先ほどの関数受属性と定義だけに当てはめると実はここに書いてあるようなものだけが成り立っているわけじゃなくて今言ったこういう当たり前の関数受属性これはまあ自明な関数受属性っていうふうに言いますけれどもそういうものも含めてですねまあいろんなものが出てくるというね例えばだからここに書いてあるのはえと商品番号と顧客番号と社員番号を決めると販売価格が決まるという。 いやこれは当当然当然とい当然ですね商品番号と顧客番号決めれば販売価格決まるんだからさらに商品社員番号を加えてもそれは販売価格は決まりまりすよねだから、えー、全てを書き出すということになると実はすごい膨大なこういう、えー、なんかありとあらゆる組み合わせ、まあ、ありとあらゆるっていうか実は、まあ、あの別にありとあらゆるわけじゃないんですけどもこれに伴って出てくるあるいは関数持続性の定義に単純に当てはめると成り立つ関数持続性っていうのは いっぱい出てくるということなんで、えー、こんなもの相手にしてたんじゃ、ちょっととてもじゃないけど、気が遠くなっちゃうんで。どうしましょうかという話であります。えっ、ー、と、じゃあ、あの、ちょっと金がなりましたんで、えっ、ー、と、ここで休憩しまして、続きは後で説明。